今季 d n a に加入した大物助っ人が期待外れとなっている2020年に MLB でさえヤング賞に輝いたトレバー・バウアーは来日3試合目とした5月16日の広島戦で2回69球投げ被安打8、基本塁打1、1奪三振、ヨシキュ球1、7失点と大炎上味方打線も粘ったものの5対7でチームは敗退した メジャーでも実績を残してきた右腕は今月3日の広島戦でデビュー7回を投げ被安打79奪三振1失点を記録し白星を飾っただが9日の巨人戦では相手打線に捕まり6回を被安打11基本塁打37失点を喫していた期待値が高かっただけに日本の野球ファンの間では落胆の声が飛び交う 2021年6月に女性に対する暴行疑惑が浮上し、制限リスト入り、長らく実践から遠ざかっていた彼の再スタートに、米メディア、SB ネーションは、トレバー・バウアーは、日本の横浜 DeNA ベイスターズの一員でキャリアを立て直そうとしているが、それは想像以上に悪い方向に向かっていると報じる。 16日の登板について、バウアーがいかにゴミ投球だったか説明するとつづった同メディアは、バウアー降板後、ベイスターズはそれ以上失点をしなかった。4人の救援陣によって8回を被んだ3、無失点に抑えた。横浜は5対7で敗れた。その敗因は100%バウアーにあったと酷評する。防御率8.40に悪化した32歳。 同記事では、バウアーが横浜に来たことで、スタジアムにはバウアーの巨大な看板が掲げられ、大規模なマーケティングキャンペーンが行われた、と紹介した上で、こう続けた。ベイスターズにとっては大物の夢が悪夢に変わった。このままの投球を続ければ、バウアーの出場機会は減るだろう。 d n a は現在19勝15敗で首位、阪神とは2ゲーム差の2位。25年ぶりの優勝へ向け、好発進を見せていた同チームだけにバウアーにかかる期待も大きい。多彩な変化球を武器に次々と三振を取る姿が見られる日は、果たして。私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。 吉田なんかがメジャーで活躍している通り日本の野球だってそれなりにレベル高いのだから日本の傾向にアジャストしていかないといくらバウアーでも簡単ではないだろうしかし YouTube 動画を見る限りメンタルは強そうなのでいずれアジャストしてくるだろうまだ日本のマウンドや球バッターの特徴も把握してないし まあいくらいい投手でも炎上することはあるでしょう今期の投球全部見てから判断してもいいと思うメディアはなんでそうすぐに結論出したがるんだろうねそんなにいち早く未来を予想してるとでも言いたいのか坂本不審の時もそうもう終わったかのごとく書きまくってたかと思えば打ち出した途端そんな報道は鳴りを潜めてるし 何か大げさの報道しすぎなんだよ何事もさバウアーだって62キャンプも送ってないし NPB にアジャストするまでの時間を要すのは当たり前でしょ騒ぎすぎだからバウアーへの期待は大きいいやいや d n a の投手陣はバウアーなしでも石田今永東平大貫ガゼルマンと粒揃ろいの先発陣 リリーフや抑えも伊勢入江三島山崎と悪くないバウアーいらないんじゃね女性暴行疑惑で MLB では出場停止処分中なのにそもそも何でプレイできるのかが疑問西部の山川は連日のように報道されているのにバウアーの報道は皆無外国人なら女性暴行しても OK なのか